おい、あ、めっちゃ可愛い。はい、こんにちは、カババです。今ね、ヘルメットカメラで撮ってるんですが、もうすぐ清滝の出口ですね。ということは、まあここは日光高速なんですが、清滝の終点まで、来ました。栃木県はね、昨日一昨日と、まあ、特にすごい大雨に見舞われましてね、いろんな情報ですと登山道であるとか、あとは遊歩道であるとか、まあ、そういったところが山材を中心に、まあ、崩落している場所が結構あると、まあ、いうふうな話を聞きましてですね、まあ、僕的には、まあ、実は今日お休みなもんですから、一旦日光に行ってですね、まあ、どんな感じか見ていきたいと思ってんですね。で、今ね、清滝の終点を過ぎて第二いろは坂の上りに向かってるわけなんですが、もうこの辺から通常であれば男体山がね、まあ、見えてるところなんですね。はい、9時50分ですね。明智平。まあでもこんな天気だけどやっぱ来てんだね、日光中毒者が。今までいろは坂をぐーっと登ってきましてね、で雨による、大雨による影響っていうのはあまり感じなかったですね。特別強い風が吹いたりしたわけではないと思うんで、枝が道路にぶち上がってるとか、でそういうのは一切、ありませんでした。はい、湖畔ですね。中尊寺の湖畔です。まあ、観光客もいないね。宇多ヶ浜の方はあっちの半月山とか、まあ、斜山の方はものすごく霧が濃いですけど、向こう西側ですね、こちら勝負ヶ浜とか千住ヶ浜方面は空が明るいですね。だから多分晴れるんじゃないかと思いますけどね。あ、だんだん晴れてきたね。はい、車でね、まあ、ずっと来て、まあ、明るままで来ちゃいました。やっぱりね、こっち晴れてんだね。全然中禅寺湖畔とは違う。はい、じゃあここに車を止めてですね、歩く準備をしたいと思います。はい、10時17分ですね。見事に男体山姿を現しました。登山仲間のですね、諏訪弘さんから早々にツイートの返事をいただきまして、上行け晴れるよって、まさにね、その通りになりました。すげえ子供らの団体がそっか、だいぶね、赤沼の駐車場大型バスが入ってたから、あ、ここにもいっぱいいる。
はい、一応ねここは名ばかりの展望台ですが、あーだんだんねこう芽吹いてきてる。6月入るとねもうだいぶ違うと思うんですが、この辺もそうですね、だいぶ緑が出てきましたね。はい、南泰山&ファミリーですね。白根も見えるかな今日は。あー、ここら辺もねいつもあの枯れ気味に流れてたんですけど、やっぱり大雨の後は違いますね。ほらあの湯川がそこなんだけど、湯川自体の水の量は結構あるねうん、結構ある。いや、いい雨だったんじゃないですかね。やっぱり、ね、こういう高層湿原っていうのは、まあ、湿原ですからね、濡れてないと意味がないんで。この湯川の水量っていうのは、まあ、上流の湯のこと、まあ、あとその水源地帯に影響されてるんで、ここだけ増えるってことはないんですけど、最近湯の湖もね、だんだん水の量が、以前のように、豊富というわけではないので、まあ本当に水害がなければね、まあ水が降ってくれた方がありがたいのは当然なんで、まあいい塩梅で降ってくれればいいと思います。いたいた、あれだね、あれだよ、あれすごい声。なんかね、さっきすれ違った子供らがスピッツ歌ってたね彼らの親の年代の歌なんだけど、まあいいことですね。この道は、まあ、いつも足早にずっと行くんですけど、今日はねかなりのんびり歩いてるんですよ。でその理由はね明確でね、鳥の声聞いてるんですね。ここら辺はね、僕は千条ヶ原の中でも本当1番か2番ぐらい好きなとこですね。いいね、それぞれの楽しみ方があるからね。あー、また子供だね。最近ね、そのツイッターのお友達の中にね、日光を中心に、まあ、鳥の写真を撮ってる方がね、何人か、非常にその方々のツイートした内容を見てるとね、鳥の写真なんですけど、
非常によく撮れてるんですね。プロかなと思うぐらいね。今までね、あんなに鳥の種類あるの知らなかったんだけど、またその鳥の特徴もね、うまい具合にこのツイートで説明なされててね、見るのが非常に楽しいんですね。家の近所はね、スズメぐらいしか鳴いてないんだと思うんだけど、本当はもっといるんかな。でもね、奥日光まで来ると本当にものすごい数のですね、声を聞いてます。僕でさえね、種類の違いがね、分かるぐらいこう様々な声で、まあ、鳴いてますね。今もね、これ GoPro のマイクに入ってるかどうか分かんないんだけど、ものすごくさえずってます。まあ、仲間やね、恋人を呼んでるんかもしれませんけど、素晴らしいですね。今までの山歩きが、まあ、僕の場合はね、あの山のてっぺんに行くということが、まあ、主な目的でこういうとこも歩いてたんですが、まあ、こう平地の移動でですね、まあ、これ鳥の声を聞きながら、まあ、歩いて、まあ、歩くっていうのは非常にこれいいですね。もう今後癖になりそうな気がします。はい、こちらね、千鳥ヶ原の、まあ、西側というか北側かな、北側から西側に、沿ってですね、白樺の林が、連なっております。で、その白樺の林のね、まあ、バックというか奥側かな、あるいはカラマツなんで、まあ、秋には黄金に、まあ、光ってですね、非常にいいコントラストが見ることができますね。今の時期だと、まあ、緑に覆われて、また別の見方が楽しめて、千鳥ヶ原の中でもですね、僕は特にこの北西側の千鳥ヶ原が、特にお気に入りになってますね。はい、10時58分。だいぶゆっくり歩いてますね。本当に。さっきもね、鳥の声聞きながらゆっくり歩いてるって、ツイートしたんだと思うんだけど、本当にゆっくりだね、今日はね。はいはい、そんなこと言ってるうちに、青木橋です。前もね、動画でいろいろ話したんですけど、両親に連れられてね、ちっちゃい頃から来てますから、この青木橋も何回通ったんだか分かんないと思うんですが、橋が綺麗になっちゃってね、昔はね、大丈夫なのっていう橋だったんですけどね、あ、水がすごいね、増えてる。はい、今ね、小田城の分岐ですね。分岐はこの後小田城方面に向かってきますんで、僕は一旦ちょっとここを降りてですね、あそこ泉宿池の、ベンチを、結構人いるね、あそこで休憩をしたいと思います。泉宿池もね、年々水がこう枯れ気味になってきたんですけど、あの大雨でどれぐらい復活したんでしょうね。楽しみですね。はい、泉宿池です。お、結構水溜まってんじゃん。おー、オッケーオッケー。まあでも少ないね。ここは国際色豊かだね。ここはね、欧米の方が多いんですよね。これね、水が少ないんでね、ちょっと藻が張っちゃってるんだけど、僕は子供の頃はね、
この辺まで当然水あったんで、ちょっとここで休憩します。はい、今日のね早い昼飯は飲みかけのお茶、あとこれはね山入るとき、まあ、ほとんど持ってくんですけど、こういう小分けのパンですね、ミニパン、それとクランキーのチョコレートで、これ朝飯代わりに買ったんですけど、まあ朝ちょっとね気持ち悪くて食えなかったんで、ファミチキですね。この辺をなんか全部食えないけど10分ぐらい休憩してね、またエネルギーを蓄えて出発したいと思います。泉宿池の休憩地を出てですね、先ほど通り過ぎてきました小田城への分岐に一旦戻ります。でも休憩室も10分ぐらいだけどね、うん、のんびり休憩すると体冷えちゃうんで、いつもそんなもんなんですが、やっぱりねファミチキはうまいね。はい、泉宿池水も復活しました。泉宿池からねもうほんと 1,2 分ですけど、小田城の分岐です。こっち行くとさっきの千条ヶ原の真ん中の道ですね、青木橋通っていこう、こっち行きますと小田城ヶ原の方に向かっていきます。まあ、この先もまた分岐があるんですけど、ここは10分ぐらい行くと鹿のゲートがあるんですが、その鹿のゲートまではこんな笹やぶの中をですね歩く道になります。比較的クマがこれ多いところなんで、つってもね僕クマ鈴つけるの嫌いな人なんでクマ鈴はつけないですが、まあ出会っちゃったらまあしょうがないんで、その時はその時で歩いていきたいと思います。いつもはね、まあ、パートナーのカブママさんと一緒に山歩き何でもやるんですけど、今日は仕事で急に仕事が入っちゃったっつって泣きながら行きましたけど、今日はまあ一人だということなんで喋ってみようかなと思ってるんですね。カブママと二人の時は二人でベラベラ喋りながら歩くんで結構あっという間に目的地ついちゃうんですけど、これ一人だとね黙ってるとなんか気が狂いそうになっちゃうんでね、不思議なもんで。前もね動画でいろいろお話しさせていただいたんですけど、うちの親父おふくろっていうのが非常に山好き、アウトドア好きで、もう80近くなるんですが、まあ、今から60年前とかねそんなもんだったんで、もう本当にアウトドアやる人って少なくてね、うちのおふくろなんかは今から55年ぐらい前に槍ヶ岳登ってますけど、まあ、当時は鬼人変人扱いされてね大変だったらしいです。まあその北アルプスや槍ヶ岳行った写真を私持ってるんでね、いやーって親のこと言うのもなんだけど非常に美人な人でして、まあ、今でも美人は美人なんですけど、まあ、この1年後に俺が生まれたのかと思うとね、あの北穂高岳の頂上に立ってるおふくろの写真を見てね、ああ俺はやっぱ DNA 的に山好きなんだなというふうに思いますね。同時に親父は日光好きでね、
僕は生まれてまだ、本当におしめを、おむつね、ずっとしてた頃から、日光に連れて来られてたということで、もちろん記憶はないんですが、昔は高徳や千住ヶ浜にキャンプ場がありましてね、そのキャンプ場にロープを張っておむつを干しながらキャンプをやってたと。そういうキャンプって別の意味のこのやばいキャンプじゃねえかなって思っちゃうような風景なんですけど、そこまでしてこう好きで来てたらしいんですね。で、物心つく頃にはほぼ一人でこういった道も歩けるようになってですね、まあだからといって地図は必ず持ってけって言われたんで持ってきましたけど、まあそのおかげでカウママさんと歩くようになってからもいきなりポーンとね連れてこられて、もう大体の場所がわかるというぐらい日光はお手の物と、まあそんな風にして育ってきました。家の近くといっても車で1時間ちょっとかかりますが、近くにこういう自然があるということを非常に感謝しながらですね、毎回こちらには来てます。当時のね写真とか結構残ってるんですけど、圧倒的にね当時と今違うことがあって、一つはねこういう道、あの木道じゃないとこね、こんな広くなかったですね。もうちょっと一人がね、ほんと一人分しか道がなくて、ズボンのストライカーがね、常に笹にかすれてるような音がするぐらい狭い道でした。あとその笹なんですが、こんなの多くなかったんですね。うん。笹はね、どれぐらい増えたって言えないけど、こんなになかったことは間違いないですね。木はね、一見、そんなに変わんないんですけど、やっぱり僕が小学校の低学年とか、光化学スモックって言ってね、今の若い人知らないと思いますけど、光化学スモックの注意報が出るとね、校庭で遊ぶなとかね、外に出るなっていうぐらい、今の中国の大気汚染みたいな、あんなのがあったんですね、昔の日本には。で、その頃ね、酸性雨という、ペーハーでこう酸性を帯びた雨が降って、植物を枯らしてた時期があってね、それはこの日光にも害が及んでですね、まあ、木が枯れたりしたことがありました。その残骸がいくつか残ってますけど、例えば斜山に登ってく稜線とかね、あとは南大山の7合目8合目には酸性雨でやられちゃった木の残骸がまだ残ってますが、まあ、そういったのも徐々に今回復してきて非常にいいことだと思います。あとはね、暇なんて喋ってますけど、鹿が多くなりましたね。昔も鹿いましたよ。まあ、鹿のみならず、熊、狸、狐ね。何でもいましたけど、特に僕は環境問題専門家じゃないんで個体数まで分かんないですけど、とにかく鹿が多いですね。はい、じゃあこの分岐はですね、ここまっすぐ行きますと、小田城の北側を通って赤沼の方に、まあ、戻れます。ね、こっち行くと、まあ、小田城ヶ原を、小田城ヶ原の南ですね、抵抗外バスの発着所があるところを通って、また森に入って赤沼の方に戻る道ですね。ちょっとね、小田城ヶ原の様子が気になるので、こちら行ってみたいと思います。いやー、いいね。本当に鳥の声しか聞こえない。風が今日はないからざわざわっていう森の音もないんですけど、その分鳥の声がすごく聞こえますね。ここらいいね。なんか読めない発言だけど、この辺に家を建てたいね無理だけど、なんかこう別荘って言うんじゃないけどね、あの対の住処としてね家建てて、
まあ多分、まあ多分というか、まあ、まあ僕とカウママさんが住むんだろうけど、いいかもしれないね。ただ近所にね、あの名医者歯医者ね、あと僕の場合だと内科ね、あとスーパー大谷、これがないとね非常に不便なんで、まあ、実際は無理だと思いますけど、まあ、その辺が解決できれば本当この辺ね、土地は100坪でいいよまあいいよっておかしいけどさ、うん、でね、これ立派な木道があるじゃないですか。でこの木道 もう僕もここ何十年も歩いてますんでね、でずっと何十年前からこれだったかっていうと別にそうじゃないんですよ。これ最近なんですけど、まあ、最近しても10年ぐらい前ですよね、こんな綺麗になったのは。で以前はね、直接地面の上に板っ鉢を置いたような、まあ、イメージ、あの今の尾瀬に近いんですけど、そんな感じだったんですね。はい、いや歩いてきたね。今日は久しぶりに平地歩きですけど、距離歩いてますよ。はい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 、はい、11時51分、はい、小田代ヶ原です。よかった、山もね、南大山ファミリーも全部顔出しましたね。貴婦人も、貴婦人も長いね、随分大きくなったけどね、うん、うちのお袋はね、写真公開していつすら公開しますけどね、昔ここね、要は歩いていけたていうか、ここね進入禁止じゃなかったんですよ。でね、うちの親父の話だと、もっと古い話だと、ここを車で行けたらしいんだけど、ただ当時車持ってる人ってのは非常にね少なくてね、あの車関係者もしくはお金持ちしか、まあ、乗れなかった時代はむしろ車で来る人がほとんどいなかったこともあってね、車両進入禁止なんてのはなかったわけです。でね、うちのお袋はね、まあ、当時自然保護って観念、まあ観点もね、今みたいに、こうなんていうの、まあ当時から自然保護っていうのはあったんですよ。大勢に代表されるようなね、環境を大事にしようっていうのは戦前からあったんですけど、ここ日光も同時にありましたけど、ただここまでね、この小田代を歩くことについては、あまりにも人が少なかったんで問題なかったらしいですね。まあ今はね、いっぺんに来ちゃったらこんなとこ大変なことになっちゃうけど、でお袋がね、あの貴婦人にね寄りかかってる写真があるのね。うん、後でね、なんかの機会にツイッターで公開しようと思います。 Facebook ではね公開したことあって、ものすごい反響があったんですよ。うん、で、あの有名なね、山と食欲と私の漫画あるでしょ、あれの、まあ、漫画家のね、信濃川秀夫さんからもねメッセージいただいて、50年以上前のねお袋の写真を見ていただいてね、まあ、だいぶ嬉しいコメントをいただいて、うちのお袋もね、あの有名な漫画家さんのコメントをいただいて非常に喜んでました。はい、小田代です。正直言って多少もうちょっと水があるかと思ったらそうでもないですよね。でもこれぐらいでいいのかね。うん、どんどん、枯れた葉っぱがね緑色になっていくと思います、これから。はい、それでは一旦ちょっと車道に出ましてね、で車道のこっちがですね、抵抗外バスの発着所になってます。まあトイレもありますし、でこの先のトイレっていうと、もうどこなんだろう、千住ヶ浜のトイレまでないのかな。うん、だからもしこっち来たらね、ここで用を足すといいかもしれませんね。じ
じゃあちょっとお借りしたいと思います。はい、じゃあ今ね、11時59分お昼だね。小田城の抵抗外バス停留所でちょっとお休みさせていただいて、また出発地の赤沼に戻りたいと思います。本当はね、ちょっと千住の方今日行ければと思ってたんですけど、さっきいろいろメールが入っててちょっと早い時間に戻らなくちゃいけないということなんで、今日は、まあ、ここ車道ちょっと歩いてね、また小田城の遊歩道を通って赤沼の茶屋に戻りたいと思います。さあ、でと今日はね、ずっと出発から T シャツで歩いてますけど、まあ風も穏やかなことがあってね、だいぶ寒いとは感じたことはないですね。ただちょうど今12時6分でしょ。2時ぐらい過ぎるとね、日光ってものすごく寒くなるから、まあ早めに戻ってね、下界に降りたいと思います。しかしね、今日は一人で歩いてるからさ、暇だからいろいろ喋ってて、まあ喋ってないと間が持たねえってのもあるんで。はい、この分岐はね、あ、こうあれあれ、ほら、こう左行くと、小田城の方に向かってく手前でね、分岐があって、あそこに行きます。じゃあ、こっち行くと赤沼、尺投げ橋の方に戻りますね。はい、湯川の橋ですね。いや、ここまで来たか。穏やかだね。ゆか赤沼橋を渡りましたんで、あと赤沼まで300メーターぐらいですかね。あっという間です。最初の分岐までね、戻ってきました。はい、行きはね、こっちから来て、こっちに入ってってね、小学生の群れと出くわしたりね、鳥の声を聞きながら、泉宿池まで行ってね、小田城を回って、赤沼橋からね、戻ってきたと。一周ですね。はい。はい、12時43分。赤沼に戻ってきました。いや。帰りが早かったね。わ、すげえ、また子供の大群だよ。はい、じゃあそういうことで、無事戻ってきましたんで、お疲れ様でした。来てよかった。